あ、三種の神器とか書いてありますね。ああ、三種のね、神器ね。はい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 。素晴らしい素晴らしい素晴らしい。やっぱすごいね、本当にちゃんとみんな見てくれてるね。めっちゃ見てくれてるね。見てるね。いやー見てくれてるわ。あ、カラスとかもそうだね。歌詞の中に入って3匹のカラスとかね、うんうん、カラスね、はい、正解ですよ。皆さん何個かありますけど、ちょっと全然話変わるんですけど、はいはい、一番大変だったシーンはっていう、どこだろうな。確かに結構個人でバラバラかもね。うん、時間も違ったりしたしね。俺結構でもあのラストのダンスのシーン、こう草原みたいなところで踊ってる、うん、あれが結構大変だったかも。あれ大変だったね、確かに、うん、カットもいろいろあって。僕もです。あ、同じ。あそこだよね。あそこだよね、うん、あそこが確か2日目かな、撮影の、うん、にやって次の日バッキバキになっちゃいましたね、俺は、うん、体が。あそこは大変だったね。 あそこ大変だったな。ノースリーブっていうのが唯一の救いだったかも。そうだね、涼しくてね、うん、確かにあそこが大変だったな。あとどこだろうな、大変だったシーンあります？やっぱ基本的に朝激早だったとかね。朝は激早でしたね、うん、朝激早だった。基本的には早かったですね。けどまあ6時ぐらいか撮って、撮影とかはもうほんと目覚めるですけど、朝早かったね。だからほんとスタッフの方々は本当にすごいよね。寝れてなかったと思う。寝れてなかったと思う。本当にね、感謝です。うん、うん、あ、結構喋っちゃったみたいですよ、僕ら今。マジ30分ぐらい喋っちゃったみたいですね。いいじゃん。あ、まあまあ全然いいんですけど、うん、もちろんいいんですけど。いいじゃんいいじゃん、よいしょよいしょ。え、面白い。なんかコメントがいっぱい流れてくる。うん、すげえ、気づいてる、見てる。何何何、タトゥーが。おお。ああ、そこ、ね、そうだね。すごい。うん、まあ気づいてほしいですね。これどこまで言っていいの？ね。でなんか言い過ぎるのもさ、なんか、いや、わかるよ、ね。楽しみを奪っちゃうみたいで切ないんだよね。けどまあタトゥーであることになっての気づいてたっていう。注目していく場所みたいなのを教えてあげればいいんじゃないの？まあそれで言ったらまあタトゥーよね。タトゥー、タトゥー、タトゥーが何を意味してんのかっていう。うんうん、のもまあありますし、うん、そうだね。そう、あと結構清掃員も気になってる人多いらしい。清掃員、うん、うん、どういうことってこと？あのソファーに座ってからさ、うんうんうん、こう現実に戻ったと思ったら、はいはいはい、あ、なるほど。あ、まあ言い過ぎちゃうか、ね、あ、そうだね。これね難しいですよ、そのヒントの出し方が難しい。まあ、なぜその、うん、清掃員になったかっていうのを見てほしいよね、その前を。結構テンポよく行っちゃってるから見逃しちゃってるかもしれないね、うんうんうん、マジで 0.5 かも、うんうん、あれみたいなことだよね、うん、そう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 、あれみたいな、岸君にヒントだよね、もはや、うん、あれみたいな、マジで俺らもうミュージックビデオでクイズ作ってるのかっていうぐらい、ね、クイズ番組みたいな、クイズ番組になっちゃってるな、ね、後日答え合わせみたいな、攻略本みたいな。でもそうこうしてる間にズマズマ生配信も世界トレンド1位になったみたいな。1位になった、やば、ありがとうございま す、ね、じゃあここら辺でね、まあうん、またやっぱまだ皆さんもまだ発見しきれてない部分もあるんで、うん、そこは楽しみつつ、いや、ぜひお願いします、ね、ぜひ見てください、はい、お願いします。さあお次はですね、まあ、皆さん気になってるアルバムのお話をしていこうかなと思うんですけど、アルバム、はい、はい、まあ、皆さんご存知かと思うんですけど、うん、ファーストフルアルバムナンバーワンが9月23日に発売となります。はい、はい、ありがとうございます。で今回3形態ありますと、はい、そうですね、初回生産限定版ナンバーワンバージョン、はい、これ1つ目です。2つ目、初回生産限定版稲妻バージョン、はい、3つ目通常版となっておりますね。こちらですか？ここにありますけど、ちょっとピッサー見せてあげてください。こちらですね。はい、こちらです。この3形態となっております。はい、8月23日金曜23時59分までのご予約で発売日当日に
お届けできます。はい、はい、でこちらの可愛い初回生産限定版はですね、在庫がなくなり次第販売終了となってしまうみたいです。これ嬉しいっすよね。パッケージですよ。ね、これそれこそ How to Enjoy 動画っていうのが YouTube、うんはい、とファンクラブにアップされたと思うんですけど、うんはい、まあ皆さんもねもう一回見たいよって人もいると思うんで、うん、改めてちょっとパッケージをちょっと見せてもらってもいいですか。 お願いします、はい、こちらですね。来ました。はい、はい、こちらです。こちらでございます。どーん、こっちがナンバーワンバージョン、ね、はい、になっております。岸君が持ってる方が、稲妻バージョンとなっております、はい、どっちも可愛いね。可愛いですね。飾りたくなるね。なんか形は一緒なんだけどコンセプトが全然違うから別物に見えるよね、うんうん、でどっちにもですね取り下ろしブックレットが入ってます。ガチ？はい、入ってます、入ってます。あ、そっか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 、取り下ろしですよ。しかも取りましたから、そのこのためにね、見えます。で通常版は、うん、ジュエルケース仕様となってます。はい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 、はい、通常版はないですか ね、 今はないです、ないです、ごめんなさい、はい、まあ CD っていう形ですかね。そうだね、うん、あと、まあ、こちらもね取り下ろしブックレット入ってます。20ページ入ってるみたいな。これ中身もマジすごいんでね、うん、まあでも中身はだから動画でね説明してるもんね。ファンクラブの方でもね、ファンクラブや動画の方で、はい、YouTube の方でちょこっと載ってますしね、うんうん、まあこれ結構組み立てて飾るもよし、まあこのまま飾るのもよしっていう風になってます、はい、組み立てたくなる ね、 ね、まあね男の子としてはやっぱり、そうそうそう、反応せざるを得ないと思いますけど、でもエモくないですか翔さんこれ。いやエモいでしょ、うん、エモの塊ですよね。いやこれエモの塊でしょ、うん、重複してるから。だからまあ個人的にはですよ、個人的にはまあこちらこれで家にボンと置きます。はいはいはい、はい、家にボンと置きます。どういきますか。はいはい、そしたらもうここに、はい、はい、押し、はい、私の押しドン。なるほどね、これだ。うわこれいいわ、この飾り方いいわ。ここもよし、うん、でちょっとずらすもよし、うん、これでまあおしゃれですよね、はいはいはい、でまあ、うん、ここもよし。あ、いいね、素晴らしい、うん、オリジナリティ出せるね、うん、飾り方で、うん、あ、挟むのね。挟む引きね、落ちない。それ、あ、いった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 。なんかひょっこり出てる可愛さがあるよね、うん、これね、これ岸くんですよ、うん、でこれ岸くんのポージング的にすごく手が引っかかりやすいんですよ、うん、なるほどね。なんでここにここにこう引っかけちゃってここに引っ掛けちゃって、落ちる落ちる、大丈夫、はい、ここにこう引っ掛けちゃっても確かにこれかけてほしいわ、はい、はい、こんな感じで。ああいいね、確かにオリジナリティがあるわ、はい、これ飾り方、これひょっこり KC です。ひょっこり KC ですね。めっちゃいいじゃんこれ、めっちゃいいじゃんこれ、めっちゃいいじゃん。え、これ3つ、3ついけんじゃないのこれ、3つ。いや3つは無理でしょ。ちょっとショーのもいける、いける、ちょっと KC がこれ腕引っかかってるから落ちないようにね。ショー、じゃあそっちいける。じゃあ俺ジン行くわ、うん、これひょっこりさせる意味あんのかな、そもそも。ところでね、あ、ジンいけた、ジンいけた、ショー引っかかりがないから、あ、ショー引っかかりがないから、ね、あ、おい、あ、何してんの、大丈夫ですか、大丈夫、大丈夫ってなっちゃうけど、うん、大丈夫ですから、まあ、工夫すればね、うん、おのおの飾り方マジあるから、はい、絶対おもろいと思う、まあ、こんな飾り方もできますよと、はい、かわいい、で大きさのね参考にもなればと思って、うん、アクスタ持ってます。確かにね、アクスタもねこちらですね、皆さんもお持ちかと思いますけどね、はい、こんな感じでという形になってます。そっちの紹介いいのよ、別に。なんかトランプみたいにするの。こっちだから、こっちだから見てもらいたいの。でこれあれですね。